かしら。はい、大丈夫ですよ。最近お仕事復帰したって聞いたんだけど、ママ友のランチ会どうするつもりなの？仕事復帰のことをまだ誰にも言ってないんですけど、誰から聞いたんですか？園長先生との会話をたまたま聞いたのよ。え、そういうことでしたか。それって立ち聞きじゃないですか？そんなことどうでもいいわ。ランチ会どうするつもりなの？どうでもいいですか。ランチ会ですが、もう参加は難しいです。じゃあママ友会のランチ代月1万を払っていただくわ。え、参加しないのにですか？ママ友会って？ママ友会ってまさかお迎え前の軽食のことですか？どうよ、当たり前じゃない。他のママさんたち迷惑だと思わない？何が迷惑なんですか？失礼ですけど、ランチ会ってファミレスでコーヒーだけでも全員割り勘でしたよね。何か言いたいことあるの？いや、支払いの負担が多くなるからそう言ってるのかなって思っただけです。私たちはそんな楓さんみたいにケチじゃないわ。私たち？他のママさんたちにも復帰のことを話したんですか？言ったわよ。何か問題でもあるの？お金のことを同意しているということですね。何を言ってるの？当たり前じゃない。では質問を2点よろしいですか？いやよ、私は暇じゃないの。明日お金をちゃんと持ってきなさいよね。もうみなたのことを寝かせないといけないから。明日お金を取りに行くからね。準備しておきなさいよ。質問に答えないということですね。そう言ってるじゃない。ではママ友グループの方に聞いてみますね。それで1万を準備するか決めますね。ちょっとやめてよ。ねえ、本当にそういう迷惑なことしないでくださる？楓さん？そうですよね。わかりました。そう。なら明日お願いね。港くんママにカツアゲされた時、別のグループラインの方に聞きましたので。え？別のグループって？港くんママ以外のママ友さんたちとのグループです。質問その1。本当にお金のことを同意していたか。皆さんの反応です。楓さん、本当にごめんなさい。質問その2。本当に月1万を支払わないといけないですか。いえ、支払わなくても大丈夫です。本当にごめんなさい。測りをしようとした港くんママは、今回のことで他のママ友に喪失感を喰らい、居場所がなくなって他の幼稚園に移ったそうです。たかりは立派な犯罪です。こんな非常識のママ友には気をつけましょうね。